リファです。今回もやってまいりました、リファの爆食。今回は岡山飯、イエーイ。さあ皆さん、岡山といえば Yes! 桃太郎ですね。桃太郎が有名なんですけど、桃太郎だけじゃないんです。岡山には本当にたくさんの魅力があって、私大好きな町です。でもちろん今回は桃太郎のね、きびだんごが有名なので、きびだんごも食べました。ベランダで食べたんですけど、なんかすごく自然光がいい感じに、いい絵になっているので、その辺もお楽しみください。あとはもうそうだな、タコ飯もエビ飯も美味しかった。うん、魅力たっぷり伝えれてると思うので、ぜひ皆さんもお腹空かせちゃってください。 Here we go! 江戸元祖きびだんご。はい、きびだんごいただきます。これ大好き、大好き。桃太郎からいただきます。結構いろんなね、パッケージがあって似てますね。いただきます。冷蔵庫で冷やしてたんだけど、すっごい冷たく、冷やしたらめっちゃ美味しい。おすすめ、冷やすのおすすめです。見てください。よー、こんな風にいろんなキャラクターのがあります。ん、なんだこれ、こんなにロボット、なぜかロボットが入ってる。犬でしょ。生地、鬼、猿で、桃太郎ね。これなんだ。これなんだ、これなんだ。気になりますね。これ分かる人教えてください。美味しいんだよな、柔らかいお餅っていう感じ。でもちゃんとさ、周りに粉がついてるから、こうやって手で持てるし、甘い。うん、中にあんこが入ってるわけじゃないのに、こんなに甘くて美味しいの、すごい。桃太郎がすごく集約されてる。桃太郎。昔々、おじいさんは川へ芝刈りに、おばあさんは川へ洗濯に、とそこへどんぶらこっこーと流れてきたのは桃だった。なんと なんとその桃からおやーと生まれた男の子、これがかの有名な桃太郎。この桃太郎、たちまちすくすく大きくなって、おじいさんとおばあさんにこう言った。鬼ヶ島に鬼退治に行ってくる。きびだんごを作ってください、おばあさん。さてさて、そのきびだんご欲しさに犬、猿、キジがお供について、見事鬼退治を成し遂げたそうな。あっぱれあっぱれ。すごいね、綺麗にまとめました。私はね、鬼退治しようと思います。来る鬼が、みんなの、あ、みんなの大事なものを盗んだの。鬼退治しちゃうぞ。ばあちゃん、キュブ団子、美味しいよ。ばっちゃん、止まんないな、マジで。コーラ飲みたくなっちゃって。何だろう。田紫、エビ飯、炒めご飯の素。はい、来ましたよ、エビ飯。美味しそう。びっくりしたのが、ソースを入れるときに、もう白いご飯に真っ黒のソースをかけたから、もう
イカスミかなってぐらい真っ黒でしたソースが。でもこうね、ちゃんと白ご飯と混ぜると茶色い、濃い茶色で美味しそう。飯になりました。いただきます。あー、エビ飯だ、嬉しい。岡山のみんな、リファは今エビ飯を食べてるよ。今日はね、お供に牛乳が合いそうだなと思って、じゃん、別海の北海道とのコラボレーションです。うん、おいしい、合うわ。うんうん、前岡山から東京に帰ってくるときに時間がなかったのに、なんとしてでもエビ飯が食べたいと、そして FM 岡山の牛島さんもリファになんとしてでもエビ飯を食べさせたいって言ってくれて、その時牛島さんが車で実は送ってくれたんですよ、駅まで。なんだけどその道中にエビ飯のお店があるから、そこでこうテイクアウトができるはずだって言ってて、でも実感ないですよねみたいな話をして、いやでもなんとかちょっと確認してみるって言って、で電話してくれて、あ違う、電話、そう、牛島さんが運転してくれてたから、マネージャーの渡辺さんが電話してくれて、で予約を取って、で何時ぐらいに行くので、そこに作っておいてくださいっていう風に言って、本当にパッと一瞬寄って、でそのエビ飯いただいて、お金払ってもう即出て、でそのもう車の中でエビ飯を食べるっていうのをすごい覚えてて、すっごいいい思い出です。うん、あ、なんか家でエビ飯、なんか一つのパックに 2人分2人前入ってたから、これ1人前なんだけど、次やるときちょっとアレンジしてもいいかもっていうのも、例えばこのエビを増やすとか、ちょっとお肉を入れて、チャーシューとかも絶対合うと思うから、チャーシュー入れてみたり、あと野菜、今玉ねぎだよね、焦がし玉ねぎみたいなのが入ってるんですけど、その玉ねぎももっと増やしてもいいかも。最近アレンジするの結構好きですね。チャーシューあるから早速アレンジしよう。あ、これね、ボタンなんですよ、これで思う風ができる、そういう三脚をゲットしたんです、カメラの。おっちょっといろいろ音も持ってきました。まずチャーシュー、これも早速入れてみちゃおうかな。これイエー、あとネギ、いいの絶対、玉ねぎが合うってこと、青いネギが合うよね。そしてですね、キムチです。キムチは何でも合うからね。これもちょっと端っこにガサッと取っておきます。まあ、ちょっとおかず的な、ちょっと牛乳っていうのが、あ、でもまあありか、辛い口に牛乳みたいな。いただきます。絶対あるでしょ。うん、おいしい。うん、このエビ飯のソースがおいしいから、何入れてもおいしいな。アレンジ楽しいよね、ご飯の。昔から結構一人でアレンジして楽しんでたかも。うん、また岡山でエビ飯食べたいな。アーサムラサキ海域醤油ラーメン、はーい、ラーメンですよ、ラーメンタイム。アーサムラサキっていう牡蠣醤油って有名なあの醤油のお店
会社が出してるラーメン、浅村せきな。いただきます。美味しそう。めっちゃ細麺で、一番美味しいかも。そしてあの麺が伸びちゃうと思って焦りすぎてレンゲとか忘れてきちゃった。はい、ほんとね、もうかき醤油がねすごい好きなんですよ私。ここの岡山県、やっぱかきってさ、なんか広島のイメージあるじゃないですか。岡山と広島は近いから、やっぱその辺は美味しい牡蠣が取れるんでしょうね。うん。うん。これはいいわ。しかもこの麺の茹で時間、なんと1分。細麺だから、1分でいいんですよ。お湯沸かす時間と、あの、麺を茹でるお湯とスープに使うお湯を別々にしました。そうやって書いてあって、とても美味しいです。私ね、ケトルをね使うようになったんですよ、去年ぐらいから。あれ便利ですね、本当に。お湯沸かすのめっちゃ時短で、こういう時すごい便利だなって思いました。うん、あの気になる方お届けしてくれますので、ぜひチェックしてみてください。そうそう、牡蠣醤油自体もねぜひチェックしてみて。私はもともとバイト先で卵かけご飯に合う醤油としてそれを出していて、もうそれが大好きで、それで知りました。牡蠣醤油はね普通にカルディに売ってます。はい、アレンジタイム。はい、おなじみキムチ。あとネギとチャーシューも足しちゃいました。ネギは喉にいいからね。たっぷりいきますよ。キムチマジでハマりそうだわ。ハマってる。キムチ美味しい。キムチは発酵食品だから腸にもいいんですよ。合うね。絶対こぼしたね、あれで。ていうかさ、かき醤油が岡山だってなんて。嬉しい偶然です。おいしい。止まらない。桃太郎トマト丸ごとカレー。はーい、すごーい。桃太郎トマト丸ごとカレー。トマトはもうドーンって入ってます。これです。もう丸ごと、ほんとその名の通り丸ごと入っております。いただきます。甘い。あ、ルーカレー美味しいな。いいですね。甘い。これトマトが甘いんだと思う。コクがすごい。コク、うまみ。桃太郎、
桃太郎出てこなかったわ。さすがにトマトの中からは。ドムブラコー、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 あ、ドムブラコー。朝紫、タコ飯。はーい、タコ飯でーす。ここにタコが見えますか？いただきまーす。ってなんでこんな美味しい出汁が出るんだろう。うん、いい味出てるわタコ。なんかもうおかずいらない、これだけでいいですね。うまっ。ネギを散りばめてみたけどめっちゃ合います。あ、あったかい、美味しい。あのこれ作るのもすごい簡単でした。ただ前にジャバッと入れるだけ。これおかわりしちゃうかも。めっちゃ美味しい。ただね、1個難点なのが、1パック3合分だったんですよ。私いつもだいたい1合か2合なのね、炊くの。一人暮らしだからちょっと炊き上がったやつをあの炊飯器を開けた瞬間のボリュームにビビりました。そして混ぜるんだけど、混ぜた時の、 あの米の重たさにちょっとビビりました。おにぎりにして冷蔵庫に入れとこうかな。冷蔵庫と冷凍もできますよね、おにぎり。ご飯は本当にご飯、あのおかずいらず、これだけでかなり成立してる。かき醤油を使用してるらしいんですけど、私ね、そのかき醤油ってのすっごい好きで、よく買うんですよ。エネルギーが湧き出てきますね、ご飯を食べると。タコ、あ、タコ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 、倉敷名物元祖ムラスズメ。はい、今日はちょっと作業部屋でちょっとおやつとしてね、ムラスズメを食べたいと思います。こんな感じ。あ、なんかホットケーキ焼くときにひっくり返す合図みたいな状態。わかる？ホットケーキってこうやってさ、プツプツさ気泡が出てきたらもうひっくり返していいよみたいな感じじゃん。その状態って感じ。私、ムラスズメ初めて食べます。ちょっとペロッとこう抜いてみた。では、おー、いいですね。ムラスズメいただきます。あ、おいしい。好き。和風の中に粒あんが入ってます。うん、これ美味しい。あの旅館にあるお菓子って感じ。旅館に行ったらさ、まず和菓子あるじゃん、お茶コーナーに、あの部屋に。あれでこのムラスズメ来てたら、置いてあったら、あ、ここいいとこだなって思う。あれ結構大事じゃないですか。うん、あ、いいわ。ちょうどこういうの欲しかった。今までずっと作業しててさ、今もここパソコンでいじりながらなんだけど、チュン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 、ムラスズメ。ムラスズメの由来、江戸時代天領であった倉敷は備中米米の出来不出来は生活を大きく左右していたため、土地の人々はお盆になるといぐさで編んだ笠をかぶって豊作を祈願する豊年踊りを行いました。その踊る姿は
稲穂に群がるスズメのようであったと言われています。その歌詞の形と色から群がるスズメ、ムラスズメと命名されました。以来倉敷の代表銘菓として広く全国に親しまれています。あー、おいしい。てん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 。イグサの帽子でチュン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 、イグサの帽子でチュンチュン踊る。いかがでしたか？お腹すきましたか？なんかどうなんだろう、私がもぐもぐただひたすら食べてる絵ってどうなんですかね。でも本当に美味しくいただいております。で、岡山は本当にグルメもたくさん美味しいものがあって、で、果物が美味しいですね。特に私は桃太郎マスカット、桃太郎ぶどう、緑のマスカットかながあって、それがもう本当好きなんですよ。超甘くて美味しいんです、食べやすくて。だから季節だったら空港にも売ってるので、それを必ず買って帰っています。エビ飯はなんか家で食べれたことがすごい嬉しくって、で、エビ飯ってぶっちゃけエビすごい少ないじゃないですか。でも家で食べるときは自分でエビをたくさん追加できるっていうね、そんなことを思ったんですよ。だから次にエビ飯を家で作るときはめちゃめちゃエビ入れてやろうと思います。なぜかみんなでエビ飯食べに行っても私のやつだけなんかエビが少ないんだよね、いつも。なぜか。すごい、私3姉妹の、真ん中で育ったんだけど、もうそういう人とのねプレートの違いをめちゃめちゃ見てるんですよ、実は。すごい欲深いんですよ。いつもなんか、あの子みんなエビいっぱい入ってんなみたいな、私ほじくって探してもなんか一つのプレートにエビ3つみたいな感じでちょっと寂しい思いをしているので、家で作るときはめちゃくちゃ入れてやろうと思います、次は。皆さんもぜひ岡山飯食べてみてください。 Thanks for watching! リファでした。